どうしたんだ。大丈夫よ。ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ。公主暴れ。うるさい。ちょっとそこまで行くだけだ。这里好像是 Selena 一代跟零代的回忆啊，这边也没落了，好像已经停止营业。看起来很严重哎，汗流成这样，还是送去医院比较好吧。馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが、電気は使える。这边的妈妈桑不知道怎么样了。先搭计程车到东城会总部。哎，你确定吗？人家卡乌好歹是女主角，你就这样子丢着人家不管啊？我很担心他，哎，他看起来好像很严重，哎，不是一般小病吧？可能伤口感染之类。合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか？いえ。それで。大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか？間違いないでしょう。郷田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということはカムロ町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。金山族的二代族長。どういうことだ。うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護なの。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい？たとえ登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか？俺に対する恨みが腹の中に包み隠してるもんはないだろう。ありません。そうか。それなら失礼します。
啊，像那个谁啊，那个啊，唐岛弥生只是代行啊，所以好像压不太住景山主的。仓库的钥匙。頼む。はい。哦，这把钥匙是四田留下来的。寻找隐藏的房间。貌似还是个秘门呢，好，我们到处找一下吧。应该就是在东城会本部里面。啊。神秘仓库。哪里？哦，里面有各式的军械。鬼岩的匕首，这把刀是真岛的武器耶，竟然被收起来了。其他东西我就不捡了，毫无价值的垃圾。他的匕首可以装备吗？不行欸，应该算是特殊物品啊，同身无法使用。这句话的意思是说，景山主现在的战力有东城会的一半啊，你有没有搞错？东城会现在烂成这样子啊。那一个人，嗨，莫非就是？喂，嗨，嗨，刚刚我们才拿到他的匕首嘛，所以他们说那个人指的应该就是马吉麻桑了，同生的好基友啊，真岛君。非常迫不及待的想要再次跟他打上一架。Hello。啊？可疑男子。哇！这家伙也太大胆了吧！东城会本部的大门口，怎么你想单刷啊？东城会竟然被人家瞧不起到这个样子哎！哇，我好难过啊！我用我的神刀制裁你，冒着不祥的黑光。看一下我还有什么武器。K.O. 嗨。哪有这么白痴的刺客？就单枪匹马，而且走正门来刺杀。好，你醒了，我都忘了你的存在。他被丢在那个 Selena 以后就没有存在感了。买东西。
哇，喂，真大胆的要求，叫一个九尺男儿帮你买内衣裤，我怎么知道你的 size 啊？还要买酒？耶、yeah. ！欸，这个二代的女主角个性也有够豪爽哎、欸，也是个女汉子啊，毫不在意别人在想什么。好吧，既然她都要求了，我们去这边有一家唐吉诃德，那边应该是什么都有卖。いらっしゃいませ。啤酒，买个两罐吧，我们一人一罐。内衣裤的话，买女用的应该就可以了。2999，算便宜。ありがとうございました。唐吉诃德就是那个嘛，日本的平价商店，所以东西都不会太贵。帰ったぞ。おい、どこにいるんだ。どこ行ったんだ。ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたから、サウナでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して。関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なんか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。哇，脱了脱了，他完全不把童生当作异性吗？買い物ありがとうね。直接现场穿内衣裤啊！这画面怎么看起来好像事后烟呢、啊？那，嗯？登場会の過去を調べるために、俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば登場会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。胸罩他没有穿上啊。そこまで分かっていて、なぜ神室町に連れてきたの？登場会と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは登場会のせいで不幸になったってね。登場会のせいで。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたら、そう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で
俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ち分からないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ、だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。赛兹河源在一代是乞丐聚集的地方啊，在二代不知道变得怎么样了。田村先生，他也是那个嘛，就是情报贩子。二代也在。哇。赛兹河源的路口在南侧。ここなの？俺も初めは信じられなかった。哇，这边变好多哦。乞丐都不见了。一年前とは全く違う。前はどう？说乞丐好像不太好，应该说游民。ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ。久しぶりですね、キリュウさん。这位黑人小哥是当初在竞技场遇到的。他的安全头盔上面写着真岛建设。怎么真岛不干黑道跑来开一个建设公司啊？お兄さん、私と遊びましょうよ。地下にこんな町があるなんて。驚くのはまだ早い。下面的部分倒是没怎么变，一样是花屋，但是上面变成那个建设公司了。不知道那个竞技场还在不在？我看那个黑人不打拳，跑去搬砖了。还是在的样子，只是现在不能够进去。然后旁边是赌场。爷，喂，嗨，キリュウだ。誰かいるのか？いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。这个熟悉的猥亵笑声。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩着になって。同生一辈子的好基友。真岛君。好想你啊。せやけど、キリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。
他现在已经脱离那个东城会了。何この人？元東城会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。一年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。この好きこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です。よろしく。府警四課？姉ちゃんデカなんか？キリュウちゃんどないなってんでん。それよりどうしたんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなってからや。花屋が。花屋？ああ、一年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや。通称サイの花屋。元警官のおっさんや。なんや情報を渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ？表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けで。カムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。まあ、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ上に立っとったやろうが。バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。まあ、俺の本間の狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。東城会に戻ってくれ。かしこまって。何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめやキリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないや。頼む真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ？キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか？トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。ん？はあ。看样子又到了用拳头交朋友的时间啊。准备好了。Ladies and gentlemen, ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場ライオン王者キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン。不公平啊，他拿武器。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。这个擂台还是老样子。
这家伙只是让我们乐乐声而已。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホーズ。奇遇ですね、キリュウさん。そうくした。安楽死。跟一代一样的对话。日本語分かってねえな。伝説の極道 versus。童生跟这位黑人也算是老朋友啦，一样是用拳头交到的朋友。哎呦，他造型不一样哎，多了武器。他以前登场是那个赤手空拳的。哎，我还没死力你就倒下了。不愧是真岛，从来就没有让我失望过。这个登场方法充满了狂气啊，超帅的。どうやキリュウちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今、ゴングです。哇，直接被打残血。キルちゃんや、相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくれ。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。这就是这两个人的相处方式啊，用拳头来交心。